パパです。今日はジュビロ対エフメの試合を見に行きます。イエーイ、今日はエコパだけど結構歩かないとだからね、駐車場から。今日はどっちが何対何で勝つでしょうか。2対1で勝つと思う。ジュビロが、うん、誰が決める。ルキアンと大津かな。ルキアンと大津、うん、ルキアン決めてほしいね。得点を取ってもらいたいから、ね、あ、スタメン出てるんじゃない。ちょっと後で見てみようか。うん、じゃあ行ってみよう。ゴーゴー。で、今スタメン確認しました。いつもと一緒だよ。そうなの。うん、いつもと一緒。ルキアン出てるよ。やった、入れてほしいね。ちょっとね、小川航基がベンチに入ってなかったのがね、ちょっと悲しいけど、まあファビアンがね、結果残してくれるでしょう。今日勝つよ、絶対勝つね。あと今からね、試合始まるまでまだちょっと時間あるから、うん、花ちゃんのユニフォームでも買いに行こう。イエーイ。花ちゃん、今日何のカードもらったの。山本康介のリーダー。リーダーってね、キャプテンでしょ。キャプテンもらった。いや、なんか欲しいのあったら買っていいからね。うん。ポテト買いこうか。ポテト買いこうか。おいで。あ、うなぎパンの焼きもある。大丈夫です。いろいろもらったね。あの、いろいろもらった。これが小中学生限定の鬼滅の刃コラボで、うん、これは先着1万人大人ももらえるやつ、うん、あと会員、ジュニア会員のカード今日誰だっけ、うん、山本浩介か。よかったね、うん、勝つといいね。勝つといいね。今アップ中だね。ボルラーも取れなかった。焼けたね。赤くなってる。これ狭い。ピーター。
ジュビちゃん気づいてくれた？うん。あ、もうジュビロ君よりジュビちゃん派だよね。今ね、一回ね、1対2で逆転されたけど追いついたね。で、これで勝てばいいね。これ、もう飲み物飲み終わってるから。勝てそうだったんだけどね。ね、また見てね。動画見てくれてありがとう。グッドボタンよろしくね。バイバーイ。